作ってる私が好き、せーの、おうちクラブです。イエーイ。どうもおうちクラブ親方のおかずクラブゆいぴーです。おかりなです。今建設業で働きたいという女性が増えているそうです。ということでですね、今回は建設女子を盛り上げようということで、こちら富士教育訓練センターにやってきました。イエーイ。ここはありとあらゆる建設業の現場実習が受けられる日本最大の研修施設。全国から研修生がやってくるんです。ちなみにこの日は朝3時起きで東京から行きました。眠かったよね。眠かった。今日私たちはここで1日体験入学したいと思います。早速行っちゃいましょう。おかりな、危ない。もしかして建設現場で働かせることによっておかりなのその細い腕を折ろうとしてるんじゃないの。やだ。これが建設業のやり方じゃ。はい、というわけで、はい、レッツゴー。朝からテンションマックスです。まずは朝礼が行われる体育館へ。なんでゆうぴその校長先生みたいな歩き方なの。回っていこうと思ってるんですよ。あくまで新入生として一日しっかり学びますよ。お世話になります。お願いします。お願いします。気をつけ。おはようございます。おはようございます。この挨拶で一気に緊張感出たのよね。お願いします。報告します。そんな中皆さんにご挨拶。一日体験研修のおかずクラブのゆいぴーです。オカリナです。自信もありません、力もありません。でも一生懸命頑張ろうと思っています。よろしくお願いします。お願いします。皆さん歓迎してくれてよかったよね。安心したよね。そして緊張と怠けた体をほぐすべくしっかりと体操をやりました。12年ぶりにジャンプしたよ。よく数えてたね。数えてた。この後いよいよ実習が始まります。午前中私たちが参加したのが建設施工課の実習。ビルの柱などに用いる鉄筋コンクリートを作る実習で、この日は木製の枠の中に鉄筋を組む作業。ドキドキしながら合流。緊張するな。こんにちは。こんにちは。すごい若いですね、皆さん。女性もいました。木村菜乃香さん。実習をしてもらいたいと思います。ご自身に。ご自身に。必ず作業前にはこれ言うんだよね。大事大事。ご安全に。巻きじと一人一つなの。ちょっと怖いよ。えゆっくりだな。うわ怖い。誰かバランス取ってください。ご安全に。これ登ると高いのよ。以上。うわ高い。怖くないですかこれ。怖くないです。怖くないです。最初怖かったですか。いや怖くなかったです。あすごいな。すごい、ね、さすが建設女子。もうすでにかっこいいもんね。これは今何をしてるんですか。背筋。背筋。背筋ってどういうことですか。鉄筋を拒む。あーはい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 。なるほど。印つけた場所にこうやって置いてって、でそこを後からこう縛っていくってことですか。これって結構力いります。いらないです。あ、いらないんですか。はい。これなら私たちでもできそうと背筋にチャレンジしましたが、あやべえ、知恵の輪みたい。難しいですね。思ったより苦戦。本当本当です。え何が本当ですか。だから岡ちゃん、木村さんはスイスイやってたから簡単かと思ったんだけどね。よこの知恵の輪みたい。できた。どうですか。時間かかりすぎてますね。ちょっと大変だわ。でもさ、慣れれば女性でもできる作業だったよね。そうそう。ちなみにさ、今組んであった鉄筋、組む時にはさ、女性も運ぶと聞いてさ、持ってみました。順手で。よっこらしょ。あー、いからの。よいしょ。あー、すごいすごい。どう。うまいうまい。似合ってる似合ってる。いやでもすごい重い。30キロなんか絶対持てない。あいて。これも慣れれば全然女性でもできるんだって。無理でしょもう。そんな実習を受けてテキパキ作業をこなす木村さん。どんどんやれるね、すごいね。
木村さんはここに来てどれくらいなんですか？ここですか？はい、1週間です。1週間ですか、はい、そもそももうその前ってどういう仕事されてたんですか？現場回ったり、はい、まあ、職人さんの手伝いしたり。こういう作業自体はもう初めてですか？じゃあこれは初めてですね。この施設では短期間に現場で活かせる知識と経験が積めるんだよ。その中でも木村さんが習った一押しの技術を教えてくれました。ここから、はい、ここ気をつけやりますか？やってみせてください、はい、教えてもらったんですよ。はい、やってください忘れずに、はい、かけるじゃないですか。はい、かける。かけます。声を出します。え、くる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 。あ、結構表現なやつだった。木村さん、楽しく作業できるように講師の先生が教えてくれたんですって。ちなみに今木村さんが見せてくれた作業は鉄筋と鉄筋を針金で結ぶ結束という作業なんだって。へー、細やかな私たちみたいな女性に向いてるんだって。え、まああとは違うわね。何ですか、取れちゃわないんですかこれで？これでね、大丈夫。ゆいぴ、汗かいてるよ。汗も滴るいい女でしょ。どうかな。じゃあ用意始め。慣れたところで競争してみました。やだ、もう絞られて絞られて。いや、まずい。逆かい。どうしよう。ちょっと待って、ちょっと逆に回してもらえれば。先生、ありがとうございます。逆に行きました。負けねえぞ。あと2個よ私。でも私はいいの、スピードじゃない精度でやる。精度はオカリナさんの方が全員。やべ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 、知ってきた。精度精度、先生見ててください私の精度。はい、はい、ダメですね。私はダメだったけど、一方木村さんの仕事ぶりは先生から見てどうなんでしょう。先生から見てどうですか木村さんは？いや、早くて綺麗ですよ。あ、本当ですか、うん、やっぱり普通の男性よりちょっと繊細なところあったりしますか？やっぱ女性の方が繊細ですね。なるほど。他の研修生からは？同じです。1週間くらいですか。長嶋さんから見てどうですか木村さんは？男性に負けず劣らずですか？できる。あ、できる。できる女性だとさ、木村さん、長嶋さんに狙われてます。やばいんじゃないですか？できる女性っていいな。実習を終えて昼休みに施設を探検してみました。あ、何ですかこれ？え、ポスターだ、ね、この国の現場は女性の力を求めています。さあ、あなたの出番ですって書いてある。これ、すごい女性を求めてる感じ、ね、これくらい必要とされてるってことですか今？そうですね。この方たちって実際に今働かれてる方なんですか、いろんな現場で？そうですね。めっちゃ綺麗な方もたくさんいらっしゃる。すごいこと多くない？肌綺麗ね。建設女子って魅力的な人が多いよね。本当に。そしてここには綺麗な宿泊施設も完備されてるんです。はい、ここがですね、研修生が宿泊する、宿泊もできるんですか？これだったらね、女性でもいい ね。やっぱ綺麗かどうかっていうのはちょっと気になりますよ。いや、大事よ。あとさ、インパクトある教えも書いてあったよね。そうそう、ここでは学習が仕事です。もうそういうことか。2個目怖くない？ちょっと遅れるな、落ちこぼれるな、全てにって人生に厳しいよ。人生における教訓が入っちゃってる。厳しさも大事よね。そう、そして大事といえばご飯。お腹すいたよ、みんないるじゃん。わ、すごい、皆さんここでご飯食べてるんだ ね。やったご飯やった。木村さんと一緒にお昼ご飯を食べました。ささみカツ美味しかったな。いただきますか。届きます。いただきます。動いた後のご飯って格別だよね。これはかなり魅力よ。やってて楽しいことありますか？こうやって、うん、みんな仲良くなる。うん、それが楽しいです。うん、めっちゃ楽しそうなのかすげー伝わってきて、うん、私もこんな学生生活を送りたかったと思って。確かにちょっと半分嫉妬してました。これからあと3週間で会社に帰るわけですけど、もう全然ここ入る前と違くないですか？もうその情報量とか技術もそうです、うん、違いますね。知識もいっぱい増えて、はい、向こうの人にも見違えたって言われるような自分でも思います？
思いますね。でも全然やっぱやってみないと分かんないですね。私たちも今日めっちゃ体験いろいろさせてもらってやっとそこに知ったんで、もう全然分かんなかったんですけど、やった方が実際頭に入りやすいですよね。授業とか見てても、はい、全然違うの。会社帰ってどんな感じになりたいですか？やっぱその職人さんの大変さを知って、うん、あ、そうですね、はい、これからどう接していくかって、あ、理解することができたわけですね、はい、確かに。やっぱり女性建設業にどんどん増えてほしいですか？増えてほしいです。あ、もっと親しみやすいものになってほしいですよね、はい、確かに。そうですね、待ってますって。待ってます。 ありがとうございます。ありがとうございます。うわっ、怖いよ。行こう。おお、やべー、すげー。ありがとう。後編もぜひ見てね。